諏訪川です。僕は今 JR 東日本鳴門駅に来ております。ここからね、平成最後の大回りのシリーズなんですけども、今から東金線乗るわけなんですね。ここから大網まで乗ります。まあ普通典型的な大回りをやっているんでね、まあ、そこまで珍しくもないんですけども、まだ209系です。6両編成なんでおそらく2100万台ですね。幅が広いですね。はい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 、大網が来ました。こうやって Y 字型になってるんですよ、ホームがね。あっちが外房線なんだけど。いや、V だ、Y、Y、V だな。いや、でも Y、Y で Y だよ、だって。くっつくから、そこで。これが、まあ、大網駅ですね。では、こっから。どういうこと？何系？今あるけど。あ、マジで？じゃあ乗ろうか。ということで、今誰もいなくなったんですけど、まあもちろん同行者はいるんですけども、傘が、そう、僕らだけなんだけど、まあ次は終点関西一宮のところです。まあ、この後若消防に乗るわけではないので、まあちょっと時間ができるわけなんですね。まあ確か立山警察が同じだったから、だから、まあ、いやまあプレハブだけど、まあクロスシートついててもいいじゃん。だから、僕はそんな、不満はないですね。これ1編成だけだっけ？あーすごいな。じゃあその8編成じゃん。その2両編成は買い出せた。あーマジか。あ、変わったな。こんな時間に走ってんだな。こんな快速列車京王で。あ、すごいですね。でも233でしょ。これもいつ。じゃあこっからはね、普通列車阿波鴨川駅に乗るということです。今ね、ゴールデンウィークなので、ね、やっぱり繁忙期っていうのでしょう。系も257系も重量編成ですね。さあ、こんな状況どうなんでしょうか。まあまあまあというところですかね。これが阿波鴨川側なんですね。あ、でもまあなかなか混んでる方ですね。で、こっちが確か、あ、これも阿波鴨川か。混んでますね。あ、重量入るんだ阿波鴨川って。すいません、間違えていました。これ乗っていこうと思います。普通列車の6両編成ですね。あ、ちょっと確か特急の5分後ぐらいに来ましたね。まあ空いてるっちゃ空いてるかな。
次ナメが終わるんだけど、あれ、俺だけいいの？あ、やばいね、俺の家だもんね。いや、待ってる人いる。何、誰を待ってる？電車、電車、電車。降りるやついいんだ、そもそもね。雨の様子です。ご視聴ありがとうございました。あ、ガモガモ到着です。